皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段と中国の柯欣怡初段、中国読みでジャーシン・イーって言いますけれども、その柯初段との野狐対局の模様をご紹介したいと思います。柯初段なんですけれども、2004年生まれで2020年に入段した棋士ですね。で、よくその野狐で打ってる棋士です。はい。中国のね、初段の棋士はみんな野狐でね、たくさん打ってますね。あんまり棋戦がないので、中国は女流棋戦が。それでネット対局で鍛えてるっていう感じですね。はい。ではね、初手から見ていきたいと思います。柯初段の黒番です。お互い2連星ですね。三々入りまして、よく見る、布石ですね。はい。で、かかって、コスミつけましたね。で、一間飛びました。で、ここでね、三間に開きましたね。そこで、すぐにと、打ち込みましたね。はい。こういう三々とか、かかりとか、いろいろあるんですけれども、こっち打ちましたね。こっち打ったからといって、評価値がガクッと下がるとか、そういうことはなくて、ここも、大きいとこだったみたいです。で、つけましてね、跳ねまして、ここで三々入るのはね、なかなかね、いいタイミングですね。はい。で、こっちから押さえましたので、跳ねて、で、ここでね、ぐずんだんですけれども、そこで駆けついで、で、当たり打ったんですけれども、ここではね、当たりはもちろん継がないですね、こういうところはね。はい、上につけて、で、ついで、押さえて、出てね。で、出て。中で生きるっていうことなんですけれどもね、黒はね。で、ここでね、押さえた手がね、ちょっと問題でしたね。はい。ここはですね、跳ねて、こうやってついでね、こういうふうに言ってれば、それで良かったと思うんですけれども、そうですね。おそらくですね、こういう手が、嫌だったかもしれませんね。こう言ってね。この場合はね、こう次は別にいいですから、関係ないんですけれども、駆けつけば。ここで、切る手がね、どうかっていうことですね。で、ついだら、こう言ってね、ちょっと難しいんですけれども、で、こうですか。こう言って、受けて、こう言って、こう言ってね。で、こう言って、こう言って、この変化は結構難しいんですよね。ここで、そうですね、こう言って、こう言ってね。こう言って、当たり打ってこう言って、こう継がないといけないですね。で、ここ行って、ちょっと妙手が、ここでね、当たり打って、抜いたときにちょっと妙手があって、黒に。こういう手があるんですよね。で、これ継がないといけないんですけれども、こう言ってね、こう言って、こうになるんですよね、これ。で、抜くんですけれども。で、こう継いでね、切ったときに、こうですね。このこうなんですけれども。そうですね。これは一応こういう、このこう、こうが一個ありますので、白には。これ取って、こう振り返りですか。振り返りなんですけれども、これはですね、白がいいみたいですから、白が勝率 70% で2目半ぐらいいいですから、これでも別に良かったんですけれどもね。はい。しかしそういう激しい変化を避けたということですね、中村二段はね。で、ここ、なので、ここで、ちょっとその、何ですか？ひよった？はい。ひよりましたので、これは黒が得しましたね、ここでね。で、大きく結局行きまして、しかもこう断点もできてますので、非常に嫌な形になりましたね。で、当たり打ってこう打って、これはこの両方断点がありますので、これは受けないといけないじゃないですか。で、受けざるを得ないんですけれども。で、結局先手で行きましたから、この黒はね。で、跳ねついて、
まあ、下がってね。まあ、これは、渡りと、行きが見合いですから、黒はね。まあ、これで、まあ、これで、まあ、まあ、次、まあ、白番なんですけれども、ここでね、白はね、まあ、ここを受けましたね。これは、切りがあるっていうことですね。これ、主張にならないので、まあ、ここ打ったんですけれども、まあ、ちなみにね、今ね、形勢なんですけれども、まあ、白が 70% ぐらいですね。で、3目有利ですね。まあ、そんな感じなんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、こっち受けてくれましたので、これはラッキーでしたね。はい。まあ、ここではですね、黒も、ここをこう伸びて、まあ、白こう受けて、で、自分が今から先手に回ると。で、ここで黒が先手だと。まあ、こうなるべきだったんですけれども、しかし、まあ、こっちを受けましたので、これはラッキーでしたね。ちょっと挽回しました。これで今は 60% ぐらいになりましたね、黒の勝率が。まあ、1目半ぐらい有利ですか。はい。そういう感じになりましたので。で、まあ、ここ下がりまして、まあ、大きいところですから、これね、下がるとこね。下がりがね。案外ね。で、まあ、2軒に開きましたね、黒はね。はい。まあ、大きいところっちゃ大きいところなんですけれども。まあ、その自分の安定も測ってますからね。まあ、2軒が、まあ、まあ、最善手ですね。ここではね。で、まあ、1目を噛み取ろうとしたんですけれども、コウにしてきましたね。で、まあ、コウはしないということですね。で、ここで、まあ、そのね、迫りましたね。この白に。で、まあ、つけまして、まあ、跳ねましてね。まあ、つけ二段ですね。で、ここでは、まあ、そう、抑えるのが、本手ですね。で、かけついで、これ、かけつきも、これも、本手です。定石ですね。で、当たり打って、問題は、ここで、コウにしたのが問題でしたね。コウ立てがね、そんなになかったんですよね。コウにするのが、ちょっと、どうだったかなっていうのはあったんですけれども、まあ、まだね、この、まだこれはいいです。まだここまではいいんですけれども、で、こう、抜きまして、まあ、これ、コウ立てですね。これはコウ立てだったと思いますね。はい。押さえて抜きまして、で、まあ、これをコウ立てで打ったんですけれども、まあ、ここでですね、中村二段がね、さらにコウを大きくしていった手が、これがですね、無理手でしたね。ちょっと過激すぎました。ここではですね、このコウ立てが大したコウ立てじゃないですから、ここでは抜いた方が良かったと思いますね、普通にね。抜くのが本手だったと思います。しかしですね、ここに行ってしまいましたので、今度はですね、もうこのコウは絶対に負けられないコウになってきてるんですけれども、コウが大きくなってしまいましたので、でまあここでね、まあ、黒当然抜きまして、で、これコウ立てなんですけれども、もう今は、どうですか？今はもうこれはもうここに一手入れてますので、今はこれ効かないですね。これ大きいですけれども。で、まあこれはまあ、あんまり意味はないですね、この手は。で、まあ打ちまして。で、これもう解消してしまったんですよね。で、まあ、白はこれ取ったんですけれども、もう今は、もう形勢が、黒が、もう 90% 超えてしまいましたね。はい。もう8目ぐらい有利になりましたね、今。はい。92% ぐらいで今8目ぐらい有利ですか。はい。もうこれはもう全然ダメですね。ですからもうあまりにもこの、こう大きくしたのは、これはちょっと過激すぎましたね。はい。形勢判断ミスだったと思います。このコウがあるからいいっていうことだったんですけれども、はい、こっちの方がよっぽど大きかったです。もうこれ死んでますから、この、腐ってますからね、この石、ほとんど。で、まあこれ当たり打って、ここも取られちゃったんですよね。しかも。ここが生き、ここがね、まだね、渡ってたらまだ死ぬ。ここも取られちゃったもんですから。これは大きいですね。で、まあ、これ伸びましたけど、ここ。まあ、この伸びた手も、まあ、大した手じゃないです。はい。
でもかかりまして、まだこの伸びよりもこっち迫るとかの方が良かったんですけれども、でかかりまして、でこれで挟みましたね。もうこの何ですか、悪いですから今白がね、で一気に取りまして、まあ過激に行くしかないですね、さらに、ね、でここでまあちょっと黒がね、まあここまあ完全にねこの取りましたね、この石をね、こっちからまあこういうふうに出ていって切られたりしていって、この1目が取り込まれる可能性もありますので、まあ用心にしてね、でこれでコスミつけて黒はこっちにコスみましたね。まあこのコスミもいい手ですね。もしかの場合、もしもの場合にまあこっちに渡る手とかありますので、でまあ中村には下がりましたね。今本来だったらこっちに一見飛ぶぐらいなんですけれども、まあ今ちょっと形勢も悪いし地も少ないので、でまあ頑張りました。ここででこうつけまして、まあ割り込んでね、でここでまあこうかけついで、まあ全部これつながってますよね、これね。で覗いて、まあ当たり打ちましたね、ここでね。でこう継ぎまして、出てね、全部利かしましたね、はい。でここで跳ねましたね。まあこれ跳ねたんですけれども、まあ利かそうということなんですけれどもね、これはね、ここではこれに対して手を抜いてこう切りましたね。まあこれは捨て石にしようということですね。で壁を作ろうということで、下にね、ちょっとこの辺が厚いので案外白がね、ですからこの黒もね、まあそのこの石がもうこっちの方に来たら案外生きなければならないので、まあここでねちょっと捨て石にしましたね。地では損ですけれども、もう生きれば勝ちっていう感じですからね。はい。で、この辺はもう腐ってますし。で、まあ、ここで、受けましたね。まあ、こう受ける手は、こう伸びたんですけれども、切った方が良かったですね。はい。当たり打った方が良かったと思います。で、まあ、逃げましたね、白ね。これ取られちゃいけませんので。で、黒は三間に開きましたね。はい。まあ、生きないといけないので。で、まあ、中村二段は、こっちにね、中央にここ、帽子打ちまして、まあ、ちょっとこっちの模様を広げようとしてるんですかね。はい。まあ、そこで、まあ、一軒飛びましたね。まあ、この石ちょっと取られてまずいので、上から帽子されてね、逃げたんですけれども、ここでね、こっちを押さえまして、この石が、危ないぞと脅かしてるんですけれども、まあ、この石はもうちょっとね、まあ、死ぬ石じゃないですね。はい。まあ、ここで一軒飛びまして、まあ、白も一軒飛んでね。で、ここで、ちょっとこのコスんだ手は、これは日和ましたね。はい。まあ、ここでは、別にこう覗いてね、こうやって覗いて、これで一軒飛んでおけば、別にどうってことなかったです。はい。どうでもなかったんですけれども、まあこう日和りましたね。ちょっと怖、はい。この石をちょっとビビりました。まあ形勢があまりにもいいので、黒がね。で、こういうことをやってるとね、ほんと逆転されるんですよね。こういう、ぬるい手を打ってるとね。まあ、先ほどまでは10目ぐらい良かったんですけど、今はもうほんと5目ぐらいしか、差ないですからね。今はほんと5目ぐらいしかないですけど、もう80、7% ぐらいですね、勝率。黒ね。さっきはもう95とかだったんですけれども。ですから、こういう手を打つと少しずつね、悪くなるんですよ。で、まあ、ここ押さえまして、まあ、跳ねて、まあ、黒はね、まあ、かけていきましたね。まあ、これはこっち行ったら、まあ、取られるんですけれども、そこで、削減に行きました。白は。で、黒は、これ、全部取りに行きましたね、これ。で、一応押して、伸びて、ここで踏み込みましたね。
ここで逃げるんじゃなくて、まあ、本来はここは押していく手が本手なんですけれども、今悪いですから、はい、そこでまあ勝負手ですね、これは。勝負手だと思います。で、まあ、根こそぎ取りに行きましたね、黒は。で、桂馬に滑って、コスんで、押し、まあ、伸びてね、押さえてね。で、ここで、まあ、つけましたね。はい。まあ、本来はここでも、まあ、こういうふうに行けば、まあ、その、生き、まあ、これ、こういう感じで行けば、まあ、多分生きてると思うんですけれども、そうですね。まあ、こういうのはちょっともったいないっていうことですね。こっちの方がもう完全に地になってますので、まあ、これではいけないということで、こういう、結局をつけましたね。はい。で、押さえて、まあ、またコウにしましたね。はい。で、コウ立ては、黒はこっちにコウ立てがいくつかありますね。はい。白は、まあ、そばコウしかないですね。基本的にね。で、まあ、跳ねました。で、これに対して、覗きましたね。黒は。だから、まあ、これに対して、まあ、継ぐ手とかもあったんですけれども、継いでも別にそんなに悪くなかった。それでもまあ、黒は良かったんですけれども、もうこれ全部取りに行く手前、まあこれ覗いてね、取りに行きましたね。はい。抜いて、まあこれはコウ立てですね。はい。抜いて、で、これ挟みつけましたね。はい。まあ実はまあここでは解消できたんですけれども、まあ黒もね、まあ全部取りに行く手前、ここでは、頑張りましたね。はい。ついでね。はい。で、まあ、ずっとこうですね。で、こう立て使いまして。まあ、こう立てがあるからね。まあ、頑張れますよね。はい。で、ここでですね、こう跳ねたんですけれども、ここでは、これは解消するべきでしたね。ここでね。はい。まあ、ここでは解消すべきだったと思うんですけれども、ついでね。まあ、多分、まあ、ここ、おそらくね、まあ、渡ると思うんですけれども、まあ、渡ったらこう切ってね、まあ、こう行ったら、まあ、こう行って、まあ、こう行ってね、まあ、こう行って、まあ、ここ生きて、これ取って、まあ、これは生きるんですけれども、これで大体、黒が9目ぐらい良かったですから、これ十分だったんですよね。まあ、しかしですね、黒もちょっと、向きになって全部取りに行きましたね、これね。ここ打って。これがですね、ちょっと命取りになりましたね。黒ね。抜きまして、まあ、これはコウ立てですからね。こう継ぎました。で、この次に対しても、対して、まあ、これは、受けましたね。はい。で、受けて、で、渡ったんですけれども、で、ここでこっちを渡ってた手がね、これが、失着でしたね。ここではですね、もうこっちは生かしてやるべきだったんですよね、こっちの石は。ですから、ここではもう、ここに打っておけば、まあ、こっちは生きるけど、こっちは死にますので、まあ、これで全然、良かったですから、黒は。十分でしたから、これで良かったんですけれども、こっちを継いできましたので、渡ってきましたので、こっちを継いでね、それで、大きく生きることになってしまったんですね、これで。で、まあ、ここ行ったんですけれども、さらにね、目を取りにこっち行ったんですけれども、こっち継いでしまったんですよね。こっち継がれてしまったんですよね、黒に。あ、白に。で、こう行くんですけれども、今度こっち継がれて、これ、目を取らないと生きてしまうので、放り込んでね、跳ねるんですけれども、で、ここで、これ目を作られて、で、これでちょっとね、この白が死ななくなってしまっていましたね。でですね。まあこれ取りに行くんだったら、
これしかないんですけれども、こう取りに行くとですね、これちょっと問題がありまして、まあ当たり打たれてね、まあ、出られるとちょっと困るんですよね。で、出て、切った時に、まあここ一軒ぐらいしかないんですけれども、まあこう継がれましてね、まあこう行って、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 これ当たりを打たないといけないですね、これ。この石が生還するためには。で、まあ、こういけるんですけれども、今度ね、こういうふうに石を伸ばしてしまいましたので、今度こっちから出てくるとちょっと困るんですよ。で、まあ、竹風ぐらいしかないですね、これね。まあ、これちょっと出られたときに、まあ、これ押さえるしかないですね。そこでですね、まあ、こういうとこ、打たれて、継がないといけないんですけれども、まあ、放り込んでこう打って、まあ、跳ねて、こう巻いて、これ曲がって、これ先手ですから、こっち受けないといけないんですけど、これでこっち行かれたら、で、まあ、これ押さえないといけないんですけど、これこう行かれたら、これはちょっと困ってますね。これは悪くて、これは咳ですね。で、血咳で生きてしまうんですよね、これ。で、咳で生きてしまったら、これダメですから、これは逆転ですね。はい。こういう手があったんですよね。ですから、ここで黒はですね、ここに覗きを打ったんですね。で、この覗きはですね、さっき今言った、こう出ていく手あるじゃないですか。これを間接的に防いでますよね。ですから、この手は先手ですね。はい。ですから、まあ、ここで、まあ、こういうふうに生きればいいんですけれども、ここで中村さんが出ました。まあ、ここ、普通にね、こう言っていけば、まあ、これも生きているし、こっちにも連絡できるから、まあ、一石二鳥でいいんですけれども、まあ、ここでね、まあ、出た手がちょっと、中村にもちょっと横ばった手で、ね、まあ、ちょっと過激すぎましたね、これね。はい。これでまたね、これで、こう跳ねてれば白が良かったんですけれども、まあ、こう切られましてですね。で、ここでですね、一軒飛んだんですけれども、ここもちょっとね、問題でしたね。ここは、こう結局切られた時点でちょっとこうになるんですね、ここの下のところが。ですから、まあ、ここはですね、この、こいつを抜いておくのが良かったみたいです。はい。この石がちょっとこう立てとして働きますので、この、切られた以上ね。まあ、これは良かったんですけれども、まあ、一件飛びましたのでね。それでですね、で、まあ、ここ抜きまして、まあ、ついでね。まあ、これでこうなりましたね。はい。で、まあ、抜きまして、まあ、これ押さえました。で、押さえに対して、これ抜きましたね。はい。で、これどういうことかって言ったら、今度ね、まあ今度黒に、ここ行かれたら、これは、この石があるので、さっきみたいな手はできない、ないんですけれども、もう今度は、こっちのこうやってしまおうということですね。はい。こっちのこうやろうということです。はい。そういうことです。まあそこでですね、まあこっちに打ちましたね。この、これが一応まあコウ立てですね。はい。で、ここで竹風に打ちましたね。まあここ竹風よりもこれつけた方が良かったと思うんですけれども、まあいいでしょう。まあ竹風に打ちまして、で、コウ立て打ちまして、こう取りまして、で、ここでね、まあこの2目を取りますよって言って打ちましたね。で、この2目を取りますよって言っては、先ほど言ったこの手ありますよね。こう言って出て切っていく手。それをまた復活させてますね。この手は。で、それを復活させてますので、まあこれは一応コウ立てであるとともに、この2子を取る、この出切りを成立させるとともに、このね、コウ立てをね、コウ立てだという、まあ一石二鳥の手ですね。これは非常に有効的な手でした。これがね、多分勝因になったかもしれません。まあそこでまあ逃げたんですけれども、まあ取りましてね。で、まあ、これはコウ立てですね。はい。で、受けました。抜いて、
もう、こう受ける必要、やる必要ないですから、ここでね、出切りがありますので、で、継ぎまして、ここ跳ねましたけれども、ここでね、跳ねまして、これでですね、もう完全に、白が逆転しましたね。白が、今は、白がもう 95% を超えてますね。地でも17目ぐらいリードしてます。ですから今はもう完全に白が勝勢ですね。はい。で、まあ、ここで、まあ、ここは、桂馬に打ったんですけれども、これは、まあ、これは何かっつうから、何かっつったら、まあ、この攻め合いですね。ここと、ここの。ですから、まあ、ここが、これ4手ですから、まあ、5手まで、5手以上に伸ばせば、まあ、それでいいっていうことですね。次まして、もうこれで5手ですね。はい。これで5手ですから。で、出てね。で、ここで、こすんで、受けて、こっち受けてね。まあ、ここ挟みつけて、これ、分断しようとしたんですけれども、こっちで連絡できますのでね。はい。これで連絡しまして、これでですね、黒がね、投了しましたね、ここでね。はい。まあ、現在は勝率 95% で、まあ、ここちょっと荒らされましたけれども、黒にね。はい。まあ、8目ぐらいリードして、9目ぐらいリードしてますので、はい。まあ、ここで投了しましたね。はい。以上です。